ここは有名やね、いつも宇奈月温泉って。一旦あのケヤキ坂で、うん、行くときに見て行かれて、うん、次降りられる駅を決められるか、うん、ああそうやね、うん、ですね、うん、あと黒薙の方はあの黒薙温泉行く山道が遊歩道一本あるんですけども、うん、この遊歩道の方が落石あったために通行止めになってます。あで、まあ、ここまで行っても水道水路通りまで行けないです。あ、まだ行けないの。はい、あそうなんだ。ここに行く道もないです。あ、そういうことね。黒薙温泉に通ずる道が山道が一本あるだけなので、特に散策するところはないです。ああ、じゃああれか、欅平まで行って帰り金釣りで降りて、うん、はい、でまた帰ってくるっていうのが一番。そうですね。うん、じゃあとりあえず片道で欅平まで4枚。大人の方4名。大人の方4人。次のやつ。42車両の方、こちらの普通車の方、あ普通で、うん、ポケモですね、うん、そうしましたら9時42分に、うん、じゃあそれで、はい、はい、この列車、手前ありがとうございます。この列車は宇奈月9時42分発黒薙金釣り方面欅平駅です。途中の黒薙には10時5分金釣りには10時39分終点欅平には11時ちょうどの到着予定です。次は黒薙です。途中の山口森市は通行予定です。山彦橋と呼ばれるようになりました。やっほーやっほーやっほー、あ、声聞こえたかもしれませんね。次に渡る青い鉄橋は後引橋。後引橋から左手に見えるコンクリートの橋は水路橋です。昔ここを通って山に入った人はあまりの谷の深さに思わず後ずさりしたそうです。そこから後引橋と呼ばれるようになりました。河原からの長さはおよそ60メートル。沿線で一番深く険しい谷に黒部の難所です。バシナイナバシナイナです。
片付け金発行いたします。欅台の駅発車いたします。次は猫股、猫股です。さて皆さん、このダム湖はエメラルドグリーンに見えませんか？太陽の光が花崗岩でできた白い湖底に反射し、澄んだ水を通ってくる間に手数をおかけいたしますが、列車が完全に止まりましたら左側の鎖を外してお降りくださいますようご協力をお願いいたします。ご乗車ありがとうございました。羽釣りです。窓付き車両、左側のドアが開きます。ご注意ください。列車は進行いたします。一旦進行方向とは逆方向に動きますが驚かないでください。バックしてから一度止まりますが乗り降りはできませんのでご了承ください。 This train is fast for Nakadana. After switching back, the train will stop. Please remain the seat.残念ながら満面雪はありません。上に見える石山がご神体の山です。岩屋市岩山って書いてあるやし、あれか。
則な階段やな。え？うん。めっちゃ不規則な階段やこれ。線の内側にお下がりください。Thank you.